それぞれの個性が、加瀬くんがよく喋るんですよね。加瀬さんはすごい喋る、ね、加瀬さんはずっと喋ってますよ撮影しない間エンドレスエンドレスブワーッと喋って、で自分の出番がない時あるじゃないですか。で本番が向こうで入るんですよ。本番やーいって言ったら止まって、本番はと本番はい本番入りますはいカットどうしたこれ、なんとかね、これ、なんとか、絶対いいと思いますよ。ずっと喋ってて、その横で草薙さんがずっとハングルをたまに話す。で、草薙さんがたまにこう喋ると、加瀬くんが黙るんですよ。今度は加瀬さんの差し入れてくれた、なんか都立大学にあるちっちゃい和菓子屋さんの、あれうまかったね。そうだ、カシューナッツに砕いたのが黒砂糖風味の牛皮にくるまれた、なんか素敵な和菓子があったんです。素敵ですね。それすごいとろけるようですごい美味しくて、こう結構来てますよ。あそれペラ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 、インスタントでさ、あー食べた。ペラ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 、あれ。あるんですよ。日本マニアさん、日本が大好きみたいな。あそうなんですか。すごいいろんな各地のことを知ると、横浜の学校に行った方がいいですよ。写真とか見せてくれる。へえ。マニアックですね。マニアックですね。対照的ですから、ある種草薙さんとは。ああ。